遅咲きのオールドルーキー高畑リボ。もう長いですよ本当、10年くらいですかね。パパの仕事何か知ってるっていうと、ボクシングとペンキ塗り塗りだって言いますね。ボクシングだけじゃ食べていけないんでね。42歳子持ち、出遅れたっていい、泥臭くたっていい、土俵際の男、未だ成長中。根性だけじゃ立ってられねえよ、力でねじ伏せてやる。もうベンチプレスが100キロぐらい、ちゃんとしたボクシングのテクニックやったら、ね、勝てないと思ってるので、おばん力で潰す感じで、もうそうですね、もう力いっぱいぶん殴るみたいな感じで、イメージとしたらこうハンマーみたいな倒すステータス、攻撃力に全振り、放たれるその全て、会心の一撃、ランページハンマー遠藤勝則。まだ伸びてるし、でまだ自分じゃピーク迎えてないと思ってるし、全然まだまだやれるなっていうの。言い方悪いですけど、年齢も年齢なので40歳負けたくないので、インドを渡す試合です。ランページハンマー遠藤勝則 VS 遅咲きのオールドルーキー高畑リボー。